この大一番、東京女子の初の両国国技館で一番最初に勝ち名乗りを受けるのはどっちか。セカンドローフを使ってのブーメランフェイスアタック、ルーガンショー。遠藤アリスも燃えている。今日はアリスズ燃えている。ドロップキック。いや、連携バッチリですね。バッチリですね。どうだ、決まるか。だからこれがカット。ちょっとルイジンさん、第1試合からすごいですね、これ。すごいです ね。みんなのこの闘志というものがマックスになっている。今度、おお、セカンドロープからトップに飛び乗ってのミサイルキック。遠藤ワリスはパートナーのスズメにこの勝負を託しました。さあ、宮本もか対スズメ、リングアベル。スズメの人差し、両